お疲れ様です。お疲れ様です。寒い。めっちゃ寒いんですけど、はい、今日はなんか空いてます。広いよね。入れそう。人入れるよね、これ多分。人入るんですか。ちょっとここに社長を閉じ込めてみようかなと。おで、まあ、ただ閉じ込めるだけじゃ面白くないから、はい、なんと最強な助っ人。おぉ、はい、足場班という最強なもうそれは最強、ね、そう、助っ人にちょっと協力していただこうと思って、はい、まあ、ちょっともう実際にあのテレレンってして、あ、もうしてるんですね、早い、はい、準備満タンなんだけど、ね、今日たまたま社長が夕方ドバンに行くって、はい、あ、そうなんですか。そう、言ってたから今からここに隠しカメラを設置、カメラか、はい、まあ、マイクか、まあカメラでも見えんから多分、そうです、ね、マイクだけでもいい。で、なんでマイクかっていうと、はい、この中に閉じ込めて、はい、まあ、ちょっと誰が運転するかわからないですけど協力的な人に、はい、まあ、社長閉じ込めて閉めます、はい、あと車を走らせます、はい、社長の悲鳴を聞くっていうすごい企画だちょっとさ、社長やっぱりみんななんかクレーンの吊り下げら、あの、あれとかさ、はい、めっちゃみんな高評価だったじゃん。そうですね。あれ面白かった、ね、そう。で、今回ちょっと社長の顔は見れないけど、はい、音だけで楽しんでいただこうかな。あとは、運転技術が。あ、そう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 。はい、誰かの。いかほどのものかはわからんけど、まあ、ドバでやるので、はい、まあね、気をつけながら、はい、まあ、ちょっとぐるぐる回ってもらおうかな、と思って、はい、うまくいくかわからんけど、まあ、はい、マッチョな人がおるからね。そうですね。ルージ君っていうね、マッチョがおるから、はい、足場班が全員力合わせや社長一人ぐらい閉じ込めれるでしょ。うん、そうですね。もう強引でもいいんでね。最悪。はい、次は、あれだね。ドバで、はい。ドバでお会いしましょう。よろしくお願いします。ぜひ、よろしくお願いします。お願いします。行ってみよう。レッツ。ドお前ら運転席乗っとるだろ。なんか喋っとる。車乗り込んどるだろ。まぶしい、まぶしい、まぶしい、おい、なんか喋っとる。車乗り込んどるだろ。いや、ドライブ行きましょう。ドライブですね。はドライブっす、ドライブ。いや、ふざけんなお前、ふざけんな。行きますよ。これダメだ。いやいや、ドライブっす、ドライブ。あ、ほか、危ない危ない危ない。ドライブっす。痛い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 。お前ちゃん、何が痛いっす。危ない。どうしました。これもう事故るで。いや、まあまあ、ダメだ、交通多いなっちゃうから。いや、敷地内で大丈夫です。バカかバカなのか、お前ら。道路交通多いなんじゃないって。どこ行くの、お前どこ行くの。いや、ドバの中っすよ。ちゃんと外出たらあかんぞ、これ捕まるぞ、お前ら。全然捕まらないっす。ドバの探検です。ちょっと荷物が、ドバの探検なんかいかんていいんだよ、お前。ちょっと荷物が、キブレキブレ、お前、あ、いや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 ちゃちゃゴリゴリやったんだよ。お前、車壊れるって。はい、こんな砂利のとこでやったら。いやいや、全然大丈夫です。あ、おか、お前、飛び石飛ぶからガンって危ないね。社長、お金持ってますよね。社長、社長お金で解決できる。お前、おか、 YouTube の経費でお願いします。経費じゃねえよ、飛び石ダメ。どうしたんですか。車の収入が下ろせよ。いや、ゴンゴン行ったら暴れとる暴れとる。おろせ。静かにしてください。無限修行と。静かにしてください。ちょ、お前ら本当。あ、痛い痛い痛い。いい加減にして。あ、バックしてるだろうか。してません。バックしてません。危ない危ない危ない。ぶつかるって。そんなのバック行きますか。感覚が。どっち行ってるだろうか。バー痛い。社長、僕のバックテクニック見てくださいね。
こえてない人。じゃどうしました？どこ行っとるの本当に。出てるだろお前ら。ちょっとじゃ帰るぞ。本当に帰るぞ。ワンガン攻めます。今からさすがにお前じゃいかんって使えんからこんな。あおるおる。外なんか出たか。おい聞いとるか。おいすごい痛い。あいや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 痛い。やめて本当に。めっちゃ嬉しそう。やめてよ。何これ嬉しそうだろ。さすがリュウジ君運転うまいね。すげえ。さすが。じゃあどこ行くの。もう何をやっとんのこれ本当いつまでも。本当にやめろよ。おい。すげえ。ヤキ。やばいやばい。ヤキ。止めろ。どうすんのこれ。誰が開けるの本当に。じゃあお前なんかお前普通の会話してるだろ。ちょっと聞こえるぞなんか。俺無事して、はい、開けてちょっとうるさいな。なんなんだこれ、どこへ向かっとんだって。もう外出とるだろこれ。やばいやばい。もう荷物うるさいで。ちゃんとに用か。置いて帰るの。なんか見て待ってもらう。本当に用か。え、もう何このまま社長置いて帰るってこと。そうそうそう。え、何をやっとるんだこれ。そのままお疲れ様です。あ、社長ドライブ終わったんで帰ります。じゃこのままじゃまずいよ。お疲れ様です。このまままずいよ。はい。このまままずいよ。いや、お疲れ様です。じゃ本当に出れんかこれ。中から出れんだろう。出れるかこれ。お？出たらダメです。出たらダメじゃない。お疲れ様です。じゃお前一回。なんか叫んでる。どうしました？じゃあ。ちゃんと気持ち悪いけど。お疲れ様です。お疲れした。どうぞ。また明日来るんで。お？明日朝。お願いします。朝迎えます。じゃあ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 。ちょっと出てこ。ちょっと出てこ。もういいよ無事に。じゃあね。じゃあいいよ。お元気おるか。お元気。明日だ。おやすみ。おい。おやすみ。元気しろ。お疲れ様です。おいマサキ。マサキ助けろ。マウントロ。マネットロ。携帯持ってないこれ。おいテレビ電話できんの。 LINE 電話してください。はい、出してじゃあ LINE 電話するって言ったら電話しましょう。電話ちょっとかかってきとるって。なっとるおいかかってきとるって。ケンちゃんかかってる。あ、出ました。オフの違う、暗くて見えんだろ。おい、いや暗すぎて映らんわ。あ、ちょっと待ってよ。ちょっとつけてあげるわ。真っ暗。はもし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 。何どこにおる？どこにおるじゃないって。どこにおるのかね。見える？見えるでしょ。いや本当に見える。あ、ちょっと見えた。ちょっと見えた。ちょっと出せよ。おい。え、でも寒い。ちょっと出せよって。お前らいい加減さ。本当に。帰ろうじゃねえ。本当も出せよ。おい。お疲れ様です。おい、お前ボールだ。お前ボールだ。お前名前なんだ。新しいやつ。お疲れ様です。お疲れ様です。お前優秀だ。お前本当に優秀だ。おい、もう疲れた。終わり。ちょ、本当にいないや。おいて、おいて。俺は引かないよ。静かに。あ、もうバレたよ。電話なっとるやん、そこで。おるでしょ。ちょっと、おい。いい加減にしろよ。いい加減にしろよ。開けたるで、走ってみんな逃げようか。一回開けよう。ああ、そっか。じゃあもうくでいて、一回開けようかじゃねえよ、お前ら。え、また、いや、開けるよ。え、マジ？やばいって。開けたらちょっと…ちゃんと空気が薄くなってきとるから、ここ。換気しますか、換気。ちょっと、ここ。開けろ。ちょっとだけだよ。空気の入れ替えね。空気の入れ替えね。手だけで遊んでくださいね。あ空気の入れ替え。ふざけんな、お前手なんか出しちゃうよ、俺は。右行くかも。あばい。いや、本当だよ、本当だ。本当に痛い。危ねえ。はい。よいしょよ、もう出せって。出します。ああ。
みんなにおいしいご飯おごってくれます。バカ野郎お前、説教だぞお前この。なんで俺お前俺に汚れたわけ。あれ男子レイジ、マグリッシュ撮影終わりなんで、レイジ撮影終わりなんで、もうちょっと帰ったー。もう帰った、行けよ、帰った。はい、行けにしろよお前。もうじゃあ終わりなんで。あ、ダンス、ちょっとどうすんだ俺、これ帰れねえよ。あ、もう終わりです。じゃあ、ちょっと救出して、救出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 、救マジかよ、ちょっと待って、ごめん、もうなんも絶対怒らん。絶対怒らん、絶対怒らん。ごめん、本当にごめん。本当にごめんよ。本当っすか、社長。本当ですか。もう怒らんで。お疲れ様です。しかしてるんじゃねえよお前、女、ほらお前まで自撮影しやがって、ほらおっと、うち龍二かの人です。知ってんだよお前。やめたかった、ごめんごめん、笑った、ごめん、ほんとに許して、許して、ごめんなさい。はい、はい、はい、お疲れ様です。お疲れ様です。何これ、やっぱケンちゃんか。ケンちゃんが何も考えてない。お前だろ。僕です。お前だろ。僕多分一番罪ない。わかめ。お前出張り切ってカメラと携帯持っとるやんか、お前。お前そういう係か、お前こっち来てよ、お前。何しに監督が来たんだ。仕事しに来ました。ふざけんじゃねえよ。パンクセラじゃもういいって。もう終わり。じゃあ閉める。誰が閉める。もう閉めたもんね。もう閉まったもん。もう閉めました。閉まったもんね。あの前でもう入ってこいから、また俺らおまけだから。いいよ、もう閉めました。いい感じに閉まりました。はい、ちゃんと閉めました。本当に本当にもう先にやっといたんです。本当に筋肉だ。2回目は本当にガチ成功したからね。絶対に嫌だろ。だって俺これ楽しかった、楽しかったね。楽しかったね。楽しかったよね。社長の悲鳴が来てたもんね、たくさん。あ、だから、ちょっと飯食おうぜ。そう言ってたよな。はい、飯食おうって言ってたよな。来週さ、来週。ありがとうございました。お疲れ様です。